危ないって言ったじゃん。そこエンジンルーム本当に危ないからやめた方がいいよマイキー。ちょっと見るだけ。あおあおちょっとねえちょっとマイキー危険だってマイキー。危ない。ああはい、ということで今日はお互いに船を作ってきたんだよね。そう、とっても豪華な船なんだよ、ジンチ君、ジジイザクさん。何よりも僕は亀だからこう見えてね。だから海のことなら任せてほしいんだな、ジンチ君、わかる？いいね。じゃあせっかくだから今回はね、どっちの方が相手のことを驚かせられるか勝負しましょう。驚かせた方が勝ち。いいでしょう、受けた立つよ。ところで、平均は何、ジンチ君？今日はクッキーとかね、いいかな。やった、クッキー大好きさ。早速僕のから見てよ、ゼンチ君、うん、僕の見て驚いたら僕の勝ちだけどね。ついておいで。いいよ。ここ、お見てこれ、素敵でしょ。素敵じゃない？マッキー、これ泥でできてる泥船ってやつ、もしかしてこれ。違うよ、ゼンチ、土でできてるの泥って言わないで二度と。僕は自然とエコが大好き、あと自分ね、自然とエコが大好きだから土が好きで作ったの。土で、土の温かみが好きなのさ、大地の温かみを忘れない亀。そうマイキー、素材からこだわった結果がこれ。なるほどね。まあ確かになんか環境を愛してるって聞くと泥船って言ったのは申し訳ないよマイキー。いや立派な船だね。じゃあ紹介してよ。早速紹介勝手にしようけど、帆があるでしょ、これ。エンジンがないから、この帆で風を受けてぐんぐん進むのすごいでしょ。すごいね。すごいすごいすごい。で、これ。何これ。これ気になってたと思うんだけど、これなんだと思う？素敵なものさ。これ水溜りかなんか。失礼だな、ジンチキュン。これはどう見てもプールでしょ。ついでに言っとくと、ここが運転席。見えるかな？これ運転席？そう、ここにハンドルがあるの。このレバー、引くと何か起こるの？これ何か繋がってんのこれ。実はね、このレバーね、飾りなの、ただの。だからレバー引いても何も起こらないの、絶対よ。なるほどね。っていうのもね、後ろ来て、先にこれ紹介しなきゃ。これはこの世で最も美しいものをイメージしたぞ。この船のシンボル、なんだと思う？やっぱマイキーじゃん、色合い的にも。何をイメージしたか秘密だけど、ツインチクはマイキーだと思うんだね。この世の最も美しいものが、それが聞けてハッピーさ。話は戻すと、このプロペラが、これプロペラなのこれ。そう、プロペラも飾り。まあそうだね、これは動かないもんね。これも飾り。どう、驚いた僕のこの素敵な船の機能たち。ここで終わりにしてもいいよ、ツインチク。なんでこのタイミングで雨降るの？泥船、土だから雨に弱いよ。やだ。まあまあでもまあマイキー頑張ったね。まあでもまあまあ驚いてないかな。まあでもすごいと思う。うん。ありがとう。じゃあ驚いてないのか。じゃあ人事玉見せてもらえる？雨で僕の泥船、船が飛んで。わかった。じゃあいいでしょう。行きましょう。マイキー、これがね、僕の船、ジェットエンジンで動く船だよ。エンジンの近くは危険だから近づかないでほしいな、マイキー。もちろん。なんかかっこいいね。エンジン、僕のはついてなかったから。しかも、プールあるじゃん。そう、これプール。水溜まりじゃなくて、プール。マイキーでもプールでしょ？まあ、これプール。こうやって遊んだ後に、このね、パラソルの下のこのね、椅子で休憩できる。あ、セレブ、洒落てるかっこいいパラソルだ。そう、いいでしょう。しかもね、マイキー、ここで釣りもできるからね。ここにね、釣り竿が入ってるから。やりたい、やってもいい？ここで、両方やってね。釣れるかな？釣れる釣れる。浮きが沈んだら巻き上げる。お、来た。よーし、見て。ねえ、なんでマイキープールで釣ってんの？なんかプールの中にもなんかいた。嘘。プールの中にいるの？いないか。まあいいや。マイキー、釣りは海でするもんだよ。まあいいや、でもほら、鮭手に入れてよ、鮭。すっごいや。あげるよ、マイキー、鮭。亀の僕としては逃がしてあげたいかな。まあ、釣りも楽しんだことだし、まあマイキー、次にね、面白いの見せてあげようか。この船はね、セキュリティ対策がね、万全なの。海賊船とかにね、襲われた時も余裕なんだよ、ね。はぁはぁはぁ。けど、言うは簡単だけど、どうやって見せてごらんよ、ゼンチキュン。いいでしょう。どうやってセキュリティするんですか？マイキー、このボタン押してみ？これ。押してもいいけど、こんな石のボタン一つで倒せる敵なんているんですかね？まあいいから押してみなよ、マイキー。いいから、ほら。トゥイ。ああ。え？すごくない？すごい、こんなの食らったらひとたまりもないよ。そう、音もすごい。ドゥン。ああ、すごい。でしょ、すごいや。この大砲がね、あればね、海賊に襲われる心配もないの。今マイキー驚いたでしょ。いや、驚いてないっすけど。まあ、いや、それよりも、その、もっと、船の中見せてほしいんだな、ジンチキュン。驚いてはないのかな？うん。驚いてないの？まあ、仕方ないな。まあ、いいや、じゃあ、わかった。マッキー、ついてきて。はい。おー。なにこれ？ここはね、エンジン室かな。このレバーをね、引くと、エンジンが起動するの。嘘だ。いい、引いて。いいよ、引いてみ。ほら、
止めた。すぐ落としたけど。そう、これをね、つけっぱにすると、エンジンが発射するの。これでエンジンを。音がすごい。すごいでしょ。ずっとエンジンじゃ本物の。そうだよ。わお、すごい、かっこいい。もう一回いくよ。おお、すごいじゃん。ロマンだ、かっこいい。おーおーおお。マキ、驚いた？すごいスピードで進みそう。マキ、驚いたでしょ。マキ、驚いたでしょ。いや、いや、まあ。なるほどね、こういう仕組みか。うん、なるほどなるほど。なーに、まあまあまあ、いいものを見させていただきましたね。なるほどね。うん、踊れちゃわないし。まあいいや、じゃあマキ、まあギリギリ踊れちゃわないですね。わかった、じゃあマキ、じゃあエンジンつけたまま操縦室にこう、こうついてきて、ああ、で、ここをこう行って、でここで、まあ、ディスペンサーでファイヤーチャージを飛ばしてるんで、マキ危険だから、マキあれ近づかないでね。気になる仕組みが、すごく気になる。危険なの分かったけど、うん、でまあここで操縦すんだよ。いいね、うん、見晴らしもいいし素晴らしい。すごい。あれマキどこ行くの。ちょっと下にいるよ、ちょっと気になっちゃって。まあ、気にしないで。マイキー、マイキー危ないって言ったじゃん、そこエンジンルーム本当に危ないからやめた方がいいよマイキー。ちょっと見るだけ。あおう、あおう、ちょっと、ねえ、ちょっとマイキー危険だって。マイキー危ない。ああ、ああ、さすがにこれは驚いた。ほんと？まあ、グリーンや。すごいもん見せてもらった、全員。ありがとうございます。うん、ただ一つわがまま言うと、うん、もっともっとすごい船も見てみたい。もちろんこれ十分すごいんだけどね、人事はよくやったよ、うん、すごいと思う。僕の泥船はちょっと記憶から消してほしいぐらい。エコの船ね。そう、まあ、けど僕の船も可愛かったでしょ。だからまあとにかくこの船もすごいんだけど、元豪華客船っていうの、超広いところ、すごい、世界一周する大きい船に行こうよ。そこで美味しく経費のクッキーでも食べませんかね、人事君。あー、まあ配布マップか。よし、じゃあ探してくるよマイッキー。ありがとうございます、いつもいつもお世話になっております、人事さん。感謝いたします。オッケー、まあしょうがないな。じゃあちょっと探してくるから、ここでエンジンをオンにしとくか。あお、なにマッキー。はい、ということでここはディズニードリームっていうディズニーのね、客船完全再現マップだよマイキー。すっごいや、うん、本物の豪華客船って感じ。水着用意してくれてありがとうございます。どういたしまして。じゃあ早速ねマイキー、中のね設備とか見ていこうよ、せっかくだしさ。よし、着いた。プールだマイキー、これ泳ぎ放題だよ。すごいね。うん、プールじゃ楽しそう。ここに住んでもいいかな、僕。プールに流れるプールもあるよ、ウォータースライダーってやつ。プールに住むの。あ、マキ、ウォータースライダー楽しそうじゃん。ああああ、こんな素敵なとこ見たことないから住んじゃおうかな、人事君。別にいいけど、マキ、ここに住むの。うん、こんな素敵なとこ見たことないよ。まだな、最高の環境住もうって決めた。まあいいけどね。マキ、まあプール見たことだしさ、ちょっと客室とかも見に行かない。客室もせっかくだから見よっか、イメージ。よし、マキ。お、客室？ほら。おお、あれ二人暮らしには悪くないね。景色もいいよ。本当だ、あたり一面海だね。いいね。ああ、ここに住みたくなっちゃったな。マキ、プールに住むんじゃなかった。まあいや、確かに悩むな。もうちょっと考えてもいいかな、人事君。プールに住むかここに住むか考えものさ。別にいいけどマイキー。まあじゃあマイキー、レストランでも行かない。よしよん。お、ここどうかじゃん。おー、素敵なレストラン。まあここでショーを見ながらご飯食べれるよマイキー。ケーキも食べようかな、ケーキも食べようかな。すごい楽しそう。まあマキはショーよりもご飯の方が好きそうだね。そうとも言う。マキ、わお、すごい、何ここ。ここでいろんなショーが見れるの。ショーも好きだよ僕。うん、さっきはここに夢中だったけど。え、マキ、じゃあさ、マキここでどっちの方がすごいショーを披露できるかさ、勝負しようよ。楽しそう。じゃあこれ最後のチャンスにさせよ、全一。僕が全一よりも素敵なショーを見せたら僕の勝ちにしてはクッキーや全一の。ちなみに今やってるのはタイタニックのブージ。じゃあ今度こそより素晴らしいショーを見せた方がクッキーを買ってもらうっていうことにしましょう。よし、受けて立ちましょう。マキ先やる。おっからやる。いや、うん、よし、来ちゃう。ほい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 。花火とかあって面白かったねマイキー。でしょ、豪華だったでしょ、びっくりしたでしょ。僕に勝てるかな、人事君。じゃあ分かったよ。じゃあマイキー、次僕の番ね。よし、じゃあ僕見てるやがから、うん、特等席で見ちゃうから。今マイクオフです。実はね、僕事前にねこの会場をね改造しておいたんです。ちょっとね仕込みショーしていたんですね、実を言うと。ドッキリ企画です。今からねそれを見せてマイキーのことをね驚かせちゃいたいと思います。この手に持ったレバーを使って。
よし、じゃあマイキー行くよ。うん。え、何をするの？ここで僕は。え？踊るのさ。すごい。まずはフロス。で、イフィントドーブ。すごい。からの、ディスコフィーバー。すごい。どうマイキー、僕のこの完璧なショー。かっこいい。すごい。で、またフロス。で、笑って、くにゃくにゃして。すごすぎる。もう一回くねくね押して。ああ。よーし、まあ、マイキー、これこそエンターテインメントだよ。最高のショーでしょう。すごい、すごい。クリーパーのあの子もあるじゃん。すごすぎるよ。そうっす。あー、けどちょっと暑そうだね。まあそうだね。まあでも楽しかったね。すごいや。今日はこんな感じかなってことで、バイ。僕もその花火の中で踊りたい。